なんとかしたいという町田になりますが、林ロングスローが入ってくる。オセフン、こぼれシュート、ドレスビッチ、ドレスビッチのミドルで追いついた町田、1対1。いや、うまいですね。優勝に向けてとにかく勝利が欲しい町田、まずは追いつきました。ドレスビッチの右足です。ここでしっかりとマークついてて、はい、ここを面を作ってシュートを打つわけですけども、まあ、本来ならばドレシビッチなんかは内側に入っているタイプの選手なんですけども、まあ、そこを入らずに、まあ、このこぼれ球のところにしっかり立ち位置取ったってところと、まあ、ノーバウンドでこうミートするところに立ち位置取れたってところですね。やっぱボールが上がってくるところにやっぱ鳥栖の選手は多く人数かけますし、まあ、そのセカンドボールの立ち位置ってところをうまく取りながら、まあ、あとこれはやっぱこうゴール決めた後